こんにちは最近航空自衛隊の主力輸送機 C2 輸送機を改造してこれに大量の長距離ミサイルを搭載して攻撃機に改造するこのような計画があるとまことしやかにささやかれています。現段階ではあくまでこれは噂の段階です。 噂なんですけれども、おそらくこの噂は本当になると思います。本当に C2 輸送機は長距離ミサイルを大量に搭載したミサイル攻撃機に生まれ変わると思います。今回はこの噂がなぜ本当になるのか、その根拠をお示しします。これが C2 がミサイル攻撃機に改装される根拠だと。 えー、そして、えー、C-2 がミサイル攻撃機に改装されたらあーどのような攻撃機になるのかあその予想をお話ししたいと思いますそれではよろしくお願いしますまず C-2 輸送機なんですけれどもこの番組をご覧になられる方は既に十分ご存知かと思うのですがあすごくざっと説明しておきます現在の航空自衛隊の主力大型輸送機です 国産です、えー、まああの名所の通り輸送機ですから車両など主に陸上自衛隊の車両になるのですが 陸上自衛隊の車両や大砲などを積み込んで、これを輸送するわけですね。あと、弾薬なども、あの要はあ普通の貨物パレットの形式にして、大量にこれを輸送することができます。さらに、あの空挺団、落下散部隊ですね。空挺団の落下散効果にも使われます。 まあ欠点というとですね、えー、調達価格が高いんですね。えー、何しろあの計画では22機しか生産しない予定ですからまあ量産効果というのはほとんど働かないんですね。えー、なので価格が高いとこの価格の高さ以外はあ不満を聞いたことがないんですね。あのとても優秀なあー輸送機だと思います。で、えー、本題に入ります。この輸送機がなぜミサイル攻撃機に改造されるのか。 まずその根拠からご説明いたしましょうまずこれをご覧になってください C2 輸送機がミサイル攻撃機に改装されるその根拠まずその1になります今出ている防衛力整備計画についてこのような文書がありますこれはここに書かれている通り閣議決定された 政府ののの正式決定の文書になりますこの防衛力整備計画というのはですねあの国家防衛戦略というのがあるんですよ要は日本をこのようにして防衛していくとそれに従って防衛のそのためには装備が必要なんでこのように守っていくためにはこのような装備が必要ですよというその計画書なんですね。 で、今、目次が出ているのですが、あまず、ここで注目するのは、この2のお、2の、2の1ですね。2の1のスタンドオフ防衛能力。ここなんです。えー、この2の1、スタンドオフ防衛能力のところに移動していきます。えー、と、ここですね、えー。スタンドオフ防衛能力。で、 えーまあ、ちょっと読んでもいいのですがあ、まあ、あのこの前半部分を要約して説明します、あのー、これは南西諸島など島しょ部へ敵が上陸した場合を想定しています、あのー、島などを一度上陸されて占領されるとそれを奪い返すのってとても難しいんですね。 あの、自衛隊には、陸上自衛隊に水陸機動団という逆上陸専門の部隊があります。逆上陸専門の部隊が奪い返すことになっているんですけれども、一度占領してしまうと、とても大掛かりな作戦が、逆上陸には大,大掛かりな作戦が必要ですし、損害も多く出します。なので、まあ、 上陸して占領されちゃったらもうこの水陸機動団に活躍してもらうしかないんですけれども、まず第一は敵を上陸させない、東諸部を占領させない、これが大切になるんですね。で、今、日本がやろうとしてるというのはですね、要はこのスタンドオフミサイル、スタンドオフ防衛能力、要は敵の防空圏内、迎撃圏内の外側から 長距離ミサイルを使って、えー、攻撃する。具体的には、あえー、ここのお、ここにどっかに書いてあると思うんですけど、ひたふた式のお地対艦ミサイル。これの能力向上型というやつですね。あ、え、あ、ー、あったあった。こう。ひたふた式地対艦、うん、誘導弾能力向上型。うん、まあ、地上発射型、あ艦艇発射型。そして、ちょっと注目すべきは航空機発射型というやつなんですけど、これを使って、えー、敵の迎撃圏外の外側から 敵の上陸部隊を攻撃して撃滅する、この能力の整備に自衛隊は今、力を注いでいるんですよ。で、その中にですね、その輸送機をミサイル攻撃機に回送するということを匂わす一文ですね、匂わす一文があるんですこの部分です。 輸送機搭載システム等を開発、整備する。まあ、あの、その前も読みますと、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、括弧 VLS。輸送機搭載システムを開発、整備する。ということなんですね。 要は、日本国内で自主的にこの一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型、これを輸送機に搭載するシステムを開発する。要は、輸送機をミサイルの発射墓器にする。ミサイル攻撃するということなんですよ。そのようにしかちょっと読み取れないですよね。これが、まず、シーツ輸送機が あミサイル攻撃に改装されるという根拠の一つになります。えーあのー、げこ人によっては、これはもうミサイル攻撃に回答することを明記していると断言している人もいます。で、えー、もう一つの根拠について、えー、お話しします。これはちょっとね、あまり深くは触れられないことなんですけど、一応さらっとお話ししておきます。 そしてもう一つの C2 輸送機が攻撃機に改装される、これを確信する根拠なのですが、あのこれはねあの、ちょっとはっきり深いところまで言えません。なので、触りで,触りで勘弁していただきたいなと思うところです。 あのー、よく雑誌や新聞などで、えー、事情通答からの情報要は根拠どこからどういうふうに情報が出てきたのかあのはっきりしない情報が書かれている時があると思うんですよでも大抵の場合少なくとも僕が関係している部分ではあそれははっきりした根拠がありますただ根拠を出せないだけなんですよね えとまずですね前提として、えー、まあ僕はあのこういう本を作ったりする関係上ー防衛省などにも行きますしいろいろお付き合いがあるわけですけれどもその付き合い方があります。えー、僕は秘密を聞き出そうとしたりするとですね相手は用心してしまいますよね。 あの、こいつは情報を引き出そう、秘密を聞き出そうとしてるやばいやつなんじゃないか、えー。そのように思われてしまうわけですよお。秘密をとにかく情報を引き出そうとしてるやばいやつ。これはもう当たり前ですけども、仕事しにくくなりますよねあの。そんな仕事がしにくくなる環境に自分は持ってきません。えー、ただ、新聞記者とかは違うみたいですねあの。もう本当に言葉尻を捕まえてまで、えー 少しでも秘密の情報を引き出そうそのようなことをするみたいです、えー、ただ僕は一切そういうことはしません、えーまあ、先ほど申し上げたように、えー、まあ敵危ないやつと思われて何の得にもならないからだと思っているからですでまあ、えー、無理に情報を引き出そうとはしないのですがあーそうして、えー、まあちょっと仲良くこういろいろ 出せる情報をいただいたりしているうちにですね、見えてくるものがあるんですね、えー。というのはですね、例えば人の動きなんですよ。人事なんですよ。まあ、A、仮に A さんという人がいたとします。で、この A さんは過去どのような部門をどのように歩いてきたかが大体分かっています。で、今 A さんがこの仕事をやっていて、次にここに移ったと。 でえー、これ、自衛官のお幹部要は政府組ですね幹部だったりするとお一般企業でいうとこの総合職ですからあ全然関係のないところにこう転勤したりするんですけれども、うんまああのー、技術関係の人ですね、えー、防衛省、まあ、防衛装備庁とかも含めて技術関係の人というのはあ全然関係ないところには赴任しないんですね移、あのー、らないんですね。 えー、そのの系統みたいのがあるんですよそれを見ていくと今防衛省自衛隊はこういう方面に力を入れてるんだなこれをやろうとしてるんではないかあのもちろん推測なので確定ではないんですけれどもこの人の特に技術関係の人の流れを見ていくとおそらくこういうことをしてるんだな、えー、こういうものをやりたいんだなっていうことが見えてくるわけですね。 えー、まあ数年たつとおその予測の結果があ発表されたりするんですけどおかなり多くの場合当たってます。えー、まああの、うん どのようにして情報を得るかということについては、ちょっと今回はこの程度で勘弁してほしいんですけれども、あの、これ以上言うと、またおしゃべりなやつって思われてしまって、あの、信用なくしてしまうので、えー、まあ、ギリギリ、この人の流れ、特に技術関係の人の流れを見て、えー、 防衛,防衛庁内心自衛隊はどのような方針にあるのかそういうのを探,探ったりしてるんだよというようなことだけをちょっと説明しました。でまあこういった人の流れのを見てった結果長距離ミサイルこれの開発に力を入れてることはもう随分前から何年ぐらい前だろう5年ぐらい前かな僕は感づいていました。 でさらにそういうことは重なって、えーまあ、この12式の地体艦誘導弾の能力向上型ですね、えー、これまああのここ45年でもねおそらくかなり内容変わってると思うんですけどこれをどのように使うかその中で、えー、輸送機を攻撃機に使うであろうとこれをもう数年前からあ予想してました。でまあ、予想があ 当たったっわけけですけれどもその予想からいくとですね、えー、これはあ、まあ、先ほどちょっとアメリカのラピッド・ドラゴンの話をしましたけれどもアメリカのシステムを導入するのではなくて、えー、日本オリジナルの、まあ、あ長距離ミサイルを輸送機に搭載するシステムこれを開発装備することこれはまず核 と言っていいのではないかと思います。まあ,あの以上2つの根拠から、この c2 輸送機がミサイル攻撃に改装される。そのようなお話になります。ちょっと付け加えておけばですね。この c2 輸送機、非常に優秀な飛行機なんですけれども、お、ま、お、あ、価格が高いことが欠点なんですね。で、なぜ。 効果になるかとこれはあの生産機数の少なさなんですよ最終的に今16機かな16機ぐらいだと思うんですけど最終的に22機が調達される予定ですまあ、あのわずか22機なんですよ量は量産効果というものは全く上がらない数なんですね これ C を海外に売ろうとかいろいろ努力はしてるんですけど今のところ成果は上がってないです。非常に少ない生産機数なので量産効果が上がらない少しでも本来は数を増やしたいわけです。このの数数数をを増増ややすす調達機数の数を増やすという意味でも C2 輸送機を攻撃機としても使えるようにするそのようにするとさらに C2 輸送機の装備数が増えて量産効果も上がり1機当たりの調達価格も下がるのではないかまあそのような裏事情もあると思います。えー、と防衛省内でもそのようなことをを考慮して輸送機を ミサイルを搭載できる攻撃に解消するそんなことを考えていると思いますで次にですね現実的にどのような形に C2 の C2 輸送機のミサイル攻撃型はできるのかこれについてお話をしていきたいと思いますまず2通りの方法が考えられますまず1つはですね えー、翼の下にパイロンというものを取り付けて、えー、そこにミサイルを搭載するという形ですねあのパイロンそこの末端、ま、にハードポイントという、まあ、ミサイルなどを取り付ける装置が,がありまして要は、えー、翼の下にミサイルをぶら下げるという形です。 これはもう昔から行われているそうですね第二次大戦の時にはすでにこの翼の下に爆弾などを大量に吊り下げるという方法が確立されていましたのでもう長い実績のある方法ですねこの翼の下にパイロンをつけそこのハードポイントにミサイルを乗せるこの従来からの方法これがまず一つです。 あとですね、最近始まった、アメリカで始まったんですけれども、長距離ミサイルの搭載方法があります。これはですね、既にもう開発はほぼ終了していまして、まあ、初期の生産に入る段階にあ,りとあると言われています。ラビットドラゴンという名称の装備です。 これはあの C130 輸送機という世界で最も売れた輸送機これにと,とりあえず現状はあーこの C130 それから C17 という輸送機この C17 という輸送機この2つをで実験が重ねられているようですまあ,あのどのようなシステムかというとミサイルを搭載したパレットを普通の輸送用カムスと同じように機内に運ぶんですね パレットはまああの普通の輸送機として載、えー、せる時のパレットと同じ規格で作られているのでそのままあミサイルがパレットあパレットに載せられたミサイルがそのまま輸送機に入るわけです。えー、そして、えー あの空挺団を落下山降下させるのと同じように、えー、飛行中にこのパレットを後ろのカーゴドアを開けて空中にポーンと放り出します、えー、するとですね、えー、落下山が開いて、えー、このパレットにせられた長距離ミサイルがこう降りていくゆらゆら降りていくわけですね、えー、そして降りながらあーこのパレットからミサイルが発射されるとそのような形です。まあ、あのどちらの方法を取るにしても まあデータリンクやミサイルのオペレーターなどいろいろ改造は必要になると思うんですけれどもどちらも十分に考えられるシステムです。この翼の下に吊り下げる方法を取るかあるいはラビットド,ドラゴンのようにパレットに乗せて機内に収容し空中に落下さんで放り出して発射するか。 まあ,あのどちらの発射方法になるのか実は情報はまだありません情報はないのですがここから先は僕の予想なんですけどおそらく両方のシステムが 搭載されるのではないいかと思いますこの翼の下にミサイルを取り付ける方法なんですけどこのパイロンというものは基本的に取り外しができるようになっていますなのでミサイル攻撃を行う時にはパイロンをつけてミサイルを搭載するそして大量にミサイルを発射したい時にはこのラビットドラゴンと同じようにパレットに乗せて空中に放り出す。 このパレットもですねおそらく一般 発載せられるものから、複数発載せられるものまで、いろいろな種類ができると思います。現状ですね。情報によると C、C－ ヒトサマルでジャズム ER という、やはり長距離の大型のミサイル。これが C－ ヒトサマルで六発、C－ 十七で九発載せられるという話です。で違う情報によると C、C－ ヒトサマルで。 12発 c 17で36発のスライルというんですねこれはまあそのパレットの形式とか大きさにもよると思うんですよねなので一発しか乗せられないパレットだとか三発あるいは六発同時に乗せられるパレットとか複数形のパレ複数の形のパレットがら作られると思います で、まあ、ミサイルを完成するシステムなどはおそらく翼の下にミサイルを載せてもこのラピットド,ドラゴンと同じように貨物のパレットに乗せても同じシステムで対応できると思いますのでおそらくですね、えー、航空自衛隊の C2 輸送機はあ翼の下にあ 下にミサイルを装備するのとそれからパレットでミサイルを装備するのとおそらく両方を揃えた機体になると思いますます、あ、あの翼の下にミサイルを搭載するこの方法は例えば日本でも。 まあ戦闘機 F2 戦闘機などはまあこれの専門分野ですしあと海上自衛隊の大型機になると海上自衛隊の P1 輸送機なんかもハープーンという対艦ミサイルを翼の下にぶら下げてこれを発射することができます。まずそのののようににに実績のある翼の下にパイロンに ミサイルを載せるというシステムでまず一度長距離ミサイル運用能力を C2 に与えて次の段階としてこのラビットドラゴンのようなパレットに載せて機内に収容しそこから投下するという方法これが考えられると思います。そして作戦面なんですけれどもこの長距離ミサイル これを搭載した大量に搭載した C2 輸送機がですね脅威となる地点の防空圏外に空中給油を繰り返して 常に何機かこのミサイルを搭載した C2 が常駐するようなことになると非常に迅速に状態の事態の変化に対応できる有力力なな抑止力になると思いますまた抑止の範囲を超えて敵が実際に攻撃を行ってきた時でも強力な反撃力になると思います。なののでこ C-2 がミサイル長距離ミサイルの攻撃機に生まれ変わるこれはですね今後大い,大いに注目すべきことですし実際大きな効果日本の暴力にとってとても大きな効果がある生まれることです。えー、とここのののチャンネルではまあこのようなあの 自衛隊や防衛力日本の防衛に関することなども扱いますし、えー、旧日本軍のことに関してもいろいろ扱います。最近あの戦艦大和のネタが続いてるんですけどあの戦艦大和はあの乗組員に僕何人かにいろいろ会ってるんですよ。でいろんな話を聞いてるもんで、えーまあ、ここら辺に戦艦大和の本、まあ、あのもう作ってるんですけど。 ここに出てこないことなどもお話しできますし、まあ、自衛隊関係の裏話などもお話しできるのであのチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いししますチャンネル登録していただけますと、まあ、最低でも週1回は更新しますのでいろいろとこう面白いお話ができるかと思いますので。 チャンネル登録そして通知設定もお願いできたら幸いに思いますでは今日は今回はここまでにしたいと思いますご視聴ありがとうございましたそれでは失礼いたします